なんかミコが会長に直接ね、こうメッセージを送った時は多分他のみんなよりも反応は遅い方だったと思うんだけど、なんでかっていうと、なんだろう、止めるっていうのは自分の中でもしかしたら結構自分本位なのかなとかいっぱい考えたんですよ。ミコの気持ちなんだけど、それを伝えるのってどうなんだろうとか、会長と一緒にホロライブとして痛いって思ったのね、結局。結局ホロライブのメンバーとしてってよりも、それ以上にこうなんだろう、友達って言っていい？友達としてあんなに大きな人にはいなくならないでほしいよな、やっぱり。会長はすごいから。会長はさ、やっぱみんなが見てきた通り、ミコもそうだし、みんなが見てきた通りの人なんよ。もうほんとまっすぐだし、正直だし、で、さっきも言ったけど、もう何より、本当に仲間思いな人なの。猫多分、今まで会ってきた人の中で、こんなにね、仲間思いな人はね、見たことがない。だからこそね、こういう卒業するって決めるまで、いろんな場面で多分、そのホロメンバーに迷惑かかんないようにとかさ、いろんなこと多分ね、考えてきてくれたんだなって。だから、今も、いろんな理由があって、多分大切なリスナーさんとかに、ちゃんと伝えたい気持ちとかも飲み込んで、みんなが納得できないって分かってても、理由を伝えられないんだって、ミコは思ってる。考えてるのね。だからって、納得しろとはね、ミコは思えないわけですよ。そう。7月になったら、少しでも慣れるように、明るい空気をね、していきたいなって思う。まあ、それは配信を通してとか、まあ、いろんな企画やったりとか、そういう感じで、今、ミコがせめてできることを、これから、やっていきたいなと思うし、ミコ個人としては、悔いがないように、後悔がないように、会長と、思い出を、ごめん。そう。思い出を作っていきたいなって思います。以上。